皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さーて皆さん、本日もまたブラックフォレスト、黒い森シリーズをお届けします。実は今日午前中に苫小牧の近くにあるウトナイコっていう湖の森、そちらの方に行ってきました。それではご覧ください。いかがだったでしょうか。昨日とはね、またちょっと違う動画になっていると思います。それで今日使った音楽は、15年か16年ぐらい前に作曲した曲なんですよ。で、それを動画に配置したんですが、まあなかなかね、このテンポが緩やかなので、うまく動画とマッチングしなくてちょっと苦労しました。それでそのテンポのつなぎ目にトランジション、クロスディゾルブですね、これをこう入れて動画と動画の切り替えをちょっとスムーズに見せました。これでなんとかいけるかなと思って完成させています。ピアノを弾いているのは私ではございません。私ピアノ下手くそです。なので、近くの中学校の先生にお願い弾いてもらえませんか、ということで譜面と CD かなんかに焼いた音源をお渡しして、さらにエリック・サティ。エリック・サティのあの感じですね、あんな感じで弾いていただけませんかとお願いしてできた曲です。ズーズーシーにも程があるという感じですね。ただ形になりましたので、もう彼女にはねとっても感謝しております。ありがとうございました。ウトナイコの森を歩いていると、
まあ、冬がねもう近いぞっていうことを感じました。で、天気もあまり良くなくて光もない、しかも風が吹いていないんですよ。ということは撮影すると静止画、スチル写真と変わらないものしか撮れないんですよ。いや、もう今日ダメかもしれないって思いながら、以前あのグリーンスワムの方でご紹介した沼に行ってみたんですよ。沼というか池ですけども、でもその池もこんな小さくなっていて、落ち葉に埋もれたその池を撮影していた時です。なんと風が吹いてきて、そして雨が降り始めた、雨粒、ドラマチックですよ。落ち葉まで落ちてくる。まあ今まで撮った中でまあいい絵になってるんじゃないかなと思いますね。今日もまた自然からの贈り物をいただいたという感じでございます。この沼、池、これは春に紹介させていただいた時にはたくさんの虫がいて、もうその水面を見ているだけですごく楽しかったんですよね。それがですね、今日はひっそりと森の中で佇んでいる、冬の準備をしているという感じです。このウッドナイコっていう湖は以前もお話ししたと思いますが、260種類の鳥類が確認されています。で、ここは日本で最初に野鳥の聖域、サンクチュアリーになったところなんですよ。外敵から守られる場所、聖域なんですよ。ですから野鳥の観察所も数箇所設置されています。今日もね、2箇所入ってきました。こうガチャって開けるとこう窓があって、その窓にこうレンズを入れて撮影できるようになってるんですよね。今日は日曜日ということもありますので、遊歩道を歩いていると何人もの皆さん方にすれ違いました。こう野鳥をされている皆さん方って必ずご挨拶をするんですよね。ですから私もこんにちはって、挨拶をしながら、どんなカメラ持ってるのかなってこう見たりしているんですけれども、今日は女性の方が結構多かったような気がします。お母さんと娘さんっていうコンビで来られてる人もいて、このお二人はすごく熱心に観察されているんですよね。春は緑で美しかった葉っぱももうボロボロ、そんな感じですね。ああ、冬が来るんだ。緑もなくなり白くなる。なんかね、寂しい気持ちになるんですよ。昨日に引き続き動画撮影なので、α7-4 と 50mmF1.2GM を使っています。まあ、今日はね、思いっきり絞ったのもあります。雨上がりの森っていう感じで、それはそれはすごい素敵で、一つ一つの赤とか黄色とかオレンジとか緑とかの色がね、もうめっちゃ綺麗なんですよね。だけれども風もない、太陽も出てないということで、撮影には最悪だなと思ってたんですが、途中から風が吹き、ちょっと太陽も顔を出したりしますから、昨日と同じように動きのある玉ぼけ、これですね、こういう動画も撮ることができました。諦めないで待つことも大切かもしれません。明日は健康診断があります。もうこの年になると健康診断大嫌いなんですけれども、一応行かなければなりません。
他にも作業がありますが、明日は ZFC で始めるカメラライフ、これから独立したギャラリーの編集をさせていただく予定です。まあ、健康診断の後ちょっと具合が悪くてできなかったらご了承ください。その場合には火曜日にお届けします。今夜もご視聴いただきありがとうございます。